戸塚九一郎一家、戸塚九一郎は、日本の官僚、政治家。徳島県知事、山口県知事、宮城県知事、福岡県知事、北海道庁長官、労働大臣、建設大臣、北海道開発庁長官、衆議院議員を務めた。静岡県出身。酒造業、町長、戸塚藤平の三男として生まれる。掛川中学、一校を経て、 1917年7月、東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。同年11月、内務省に入り、香川県属となり内務部地法科に配属。1918年10月、高等試験行政科試験に合格。1919年9月、福島県浅香郡庁に就任。以後、福島県理事官、内務部学部課長。 兵庫県警察部工場課長、兵庫県工場監督官、東京府内務部地方課長、神奈川県書記官、学務部長、警視庁書記官、衛生部長、兵庫県書記官、学務部長、部長京都府書記官、学務部長、大分県書記官、警察部長、兵庫県書記官、内務部長、福岡県書記官、内務部長などを歴任。年月。 徳島県知事に就任。以後、山口県知事、宮城県知事を経て、1939年9月、北海道町長官に就任。1944年12月、福岡県知事に転じた。1945年6月、九州地方総監に転じ終戦を迎える。同年10月、九州地方総監が廃官となる。1947年11月に、 公職追放となり、1951年9月に解除された。1952年10月、第25回衆議院議員総選挙に、静岡県第1区で自由党から出馬し当選。以後、1955年2月の第27回総選挙まで連続3回当選。1958年5月の第28回総選挙には出馬せず引退した。 1952年、第4次、吉田内閣で、労働大臣、建設大臣、北海道開発庁長官として初入閣。1953年に発足した第5次、吉田内閣でも、建設大臣、北海道開発庁長官を務めた。他に、首都建設委員会委員長、大日本報徳社社長、苫小牧高開発社長などの要職を歴任した。 1973年10月13日死去、去年82、ありがとうございます。